変更教育とは、学校などで特定の歴史観、世界観を宣伝するとされる教育を指す用語、以下、主に日本国内に限定して解説する。教育基本法第14条には、良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。とされ、政治的教養の教育が推奨されているが、道場の第2項には、 法律に定める学校は特定の政党を支持し、またはこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。と規定され、教育の際には政治的中立を保つよう求められている。しかし実際の教育現場では知識変調の教育ばかりで政治的教養の教育はほとんど行われてないと言われ、政治的な教育に関しては、 教師の個人的な思想を押し付けるような教育が行われているのではないかという指摘がある。また、第二次世界大戦以前の日本を過小評価し、貶めるような教育が行われているのではないかという指摘もある。そのような教育を指して、変更教育と呼ばれることがある。変更教育であることが問題視され、実際に教師が処分された例として、以下のようなものがある。 日本以外の国において行われている教育でも変更教育であると批判されるものがある。また、日本の領土教育が外国在住者から変更であると批判された例がある。ありがとうございます。